越潮神社は、秋田県は秋田市にある神社である。社殿では、主神天皇の時代、四、道将軍大美子命が映像を平定するため、北陸道に派遣されたおり、北門の鎮護のために、竹三和知人を秋田浦神として祭り、ついで、西明天皇の時代、安倍平夫が秋田地方に来たおり、自らの祖である大美子命を合祀し、越を神社として創建したとされている。 秋田礼浦神の名は、日本書紀に見え、一説では、蝦夷が信仰した、地主神、または、海洋神と推定し、秋田を、秋田の古名とする。当神社は、演技式神明帳には、記載がないが、日本三大実録館第十条元七年二月二十七日条に、では国聖六以上沖縄神、高泉神南樹五石下との記述があり、このうち、高泉神について、 菅江雅美は小王神社のことであると書いている。高泉神である明確な証拠は他に存在しないが、新潟、山形、秋田を中心に、北陸、東北地方の各地に、小古小王巨塩、小王高王越塩、小古小王等という表記の神社が多数分布することから、古小の国を中心に北方に広がった安倍氏の祖神と、江戸の土着の神が、 同一視されたものとして、かなり古くから信仰された神であろうと推察する意見がある。なお、伝説の意見を出ないが、坂の上の田村麻呂が802年の蝦夷討伐に際し、戦勝祈願をしたと伝えられている田村神社が境内に存在する。道地は移転後の出は作の跡地に近く、城の守りとして創建されたと見られる四天王寺と集合し、中世を通じて、 腰大大権現として数形され、安藤氏の寄進も受けている。江戸時代に入り、佐竹氏が秋田地方に入部した後も、車両を寄進され、最終的には60国となった。この頃より、近隣住民からは、単なる北方鎮護の武神としてではなく、豊作や岩病に、霊源荒高と広く数形されている。なお、1818 18年観光の極定馬金の追出。 言動方言中にも、腰王者の差し絵がある。近代社格制度のもとで最初は合社に指定されたが、1873年1月に一旦取り消され、同年10月に再指定された。1876年2月24日に県社へ昇格。1882年には国兵商社に列せられ、以降秋田県内の神社では最も高い社格となった。 大美子命、竹三和命、は、関連事項バス、滝沢馬金、言動方言、吉川博文館1927年、昭和2年、44から45ページ。ありがとうございます。